んにちは、蓮舫です。赤い星団帝国に向けて、祝砲、蓮舫、連続発射いたします。提督、よろしいですか？冗談です。褒めまくりです。皆さん、毎日、いかがお過ごしでしょうか？さて、今日は、米中対立の結果についてお話ししたいと思います。題して、米中対立の結果を、皆さんは、予想したことがありますか？ブリンケン国務長官の会見から読み解くです。それでは、早速行ってみましょう。米中対立が激化してきました。EU も制裁に参戦して、きな臭さが蔓延してきました。この匂いは、天安門事件の時の匂いと似ていると思っています。当時を知る人でしたら、あの時の空気感がわかるのではないでしょうか。 YouTube、Twitter などを見ていると中国批判の内容が多いと思います。褒めまくりも取り上げることも多いです。ですがその結果について語っているのはほとんど見受けられないと思います。多分西側諸国の人は自由主義陣営が当然勝つと疑いもなく心の中で思っているからなのではないでしょうか。褒め、まくりも、当然、西側が勝つ、99% 勝つだろうと思っていました。根拠は、冷戦時代に、ソビエトに勝った実績があるからです。また、自分自身が所属している陣営が勝ってもらわないと困るという願望も、心のどこかであるからだと思っています。昨年、ツイッターで知り合った人と、米中対立の結果をお話ししたことがあります。どうなるのかをお話ししたんですね。褒め、まくりは、当然、西側が勝つだろうと言いました。ですが、その方は、中国が勝ちますよ、って言ってたんですね。その時は、根拠までは聞かなかったんですが、その言葉が頭の片隅に残っていて、たまに、その言葉を思い出すことがたびたびあったんです。またそれが先日のブリンケン国務長官の会見のニュースを見たときに鮮明に思い出したんです。もしかしたら中国が勝って西側が負けるかもと思ったんです。ブリンケン国務長官の会見の内容を簡単に言うと、NATO 本部で会見した際に、我々が力を合わせれ、どんな分野でも中国を打ち負かせることができると確信している。 NATO 加盟国と関係を修復し中国に対抗していく。またトランプ大統領時代とは違い、同盟国に対してアメリカと中国のどちらかを選ぶように要求することはない。米中どっちを選ぶのか踏み絵を踏ませることはない。各国の事情に応じて連携するということを述べたんです。皆さんはどう思いますか？褒め、まくりは、この会見を聞いて、愕然としました。西側が負けるんじゃないのかと思いました。このニュースのネットの反応を見ていると、好意的な意見で占められているのにも、愕然としました。なぜなのか？ソビエトに勝った時の勝利の方程式を採用しないと、明言したようなものだからです。冷戦当時、若い方は知らないかもしれませんが、西側と東側は完全にブロック化しており、経済交流も人的交流もほぼなかった状態です。相手の国で一体何が行われているのか、どういう生活をしているのか等々、何もわからない状態だったんです。スポーツ交流でさえ厳しい時代でした。オリンピックボイコットのオンパレード状態でした。ですが、それが西側陣営にとっては勝利の方程式だったんです。経済を徹底的に締め上げました。結果、東側諸国は経済が破綻し崩壊していったんです。直接の軍事衝突を避けることができ、完全なる西側の勝利でした。それを今回採用せずに、連携を強化するという言葉は言っていますが、内容は連携を強化しない、中国を締め上げることもしない、完全に封鎖することはしない、各国の事情に応じて経済関係も継続してよいということを
述べたに等しいと思っています。これで勝てるでしょうか？ IT 分野などの特定の業種に特化して、経済的に制裁をすることもあるでしょうが、全業種に対してそれはしないということなので、中国の一般人民は生活は苦しくなり破綻するかもしれませんが、中国共産党は富を独占するでしょうし、人民が苦しもうが、餓死しようが、冬場にストーブの燃料がなくなり凍死しようが、そんなことは知ったこっちゃありません。中国共産党にとって中国一般人民は奴隷であって道具でしかありません。西側と完全断絶しない以上、細々と厳しくなるでしょうが、外貨を手に入れる手段は残ります。トヨタも BMW もテスラもアシックスも無印良品も、今後も経済関係は強化していくでしょう。これでは中国共産党を締め上げることは不可能です。西側でしたら国民が暴動を起こすでしょうが、中国では独裁政権強権国家なので、暴動が起こったら人民解放軍を出動させ戦車で押し潰せば済むことです。習近平が短期を起こさずに直接的軍事衝突を起こさない限り、我慢していれば必ず中国が勝つのではないのかと思います。30年中国が我慢できれば、アメリカは内部崩壊を起こし中国に構っていられる状態ではなくなるのが想定されます。30年後にはアメリカはアメリカではなくなります。白人の人口が過半数以下になります。有色人種の国家になります。中国系アメリカ人の大統領が誕生している可能性もあるでしょう。もうすでに黒人大統領も誕生してますからね。当然日本もアメリカの後ろ盾がなくなる可能性が出てきます。日本も30年後は危険になります。保守が崩壊していると予想しています。すでに日本は極左化が止まりません。中国系国会議員も誕生しています。日本の国体の核心である天皇家の牙城も崩されようとしています。中国系天皇、韓国系天皇、ベトナム系天皇が将来誕生してもおかしくありません。女系天皇が誕生すれば、中国は中国人男性との婚姻を恫喝して迫ってくる可能性も高いと思っています。このことについてはおっしゃっている方を見たことも聞いたこともありません。恫喝です、恫喝です。ハニートラップをかけられる可能性があると言っている人をどこかで聞いたことがありますけど、恫喝コインが手っ取り早いですからね。戦争をせずに中国は日本を手に入れることができます。30年後には日本には保守教育を受けた人たちがいなくなります。左翼教育を受けた人たちばかりになるので、日本人のコントロールも容易になるでしょう。戦わずにして日本もアメリカも中国の手に落ち、中国の影響下に落ちる可能性も出てきます。 EU も同じような状態になるでしょう。そもそも EU は日本、アメリカよりも対中国に対しては危機意識が薄いですからね。新冷戦、米中対立、本当に西側が勝てるのでしょうか？それは褒め、まくりを含めて願望ではありませんか？もちろんこのブリンケン国務長官の会見の内容は今後変化して完全ブロック化に向かうかもしれません。その時は西側の勝利への方程式が発動されることになります。しかしブリンケン国務長官のこの会見通りに今後もこの政策がずっと続くとなると、武力衝突を今後30年間起こさなければ中国が勝つのではないでしょうか？勝つ可能性が出てくるのではないでしょうか？中国人はある意味我慢強いしつこい民族です。負けても負けてもしつこく自分たちの主張を相手に押し付けてくるような中国共産党です。香港も数百年後に英国から合法的に奪い返しました。中国の一般人民が泥水を舐めようが、
餓死しようが、食うものに困ったとしても、中国共産党は、自分たちは裕福に耐え抜くと思います。北朝鮮と同じです。ソビエトとの冷戦と違い、中国共産党に加勢、協力する国も多いでしょう。日本も、ドイツも、中国共産党に協力しているとも言えるでしょう。30年後、バラ色の世界があるのでしょうか？暗黒の世界が待っているのでしょうか？そんなに遠くない将来、我々日本人は、現実を見ることになると思います。この、褒め、まくりの予想が外れればいいんですけどね。皆さんも、どうなるのか予想してみてくださいね。それでは、今日はこの辺で。また、次回お会いしましょう。よろしかったら、チャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。